じゃあその配管電気屋さんはどんなものを使うのか、やっぱ2、3年目辞めたいなとかなるじゃないですか。こう先輩からのアドバイス。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はね、たまには野外で撮ろうということで。何屋さんになるんですかね？電気設備ですね。電気設備。はい。ということで、まぁ、あ、ちょっと今ね、現場一緒させてもらってるんですけど、腰道具を見させてもらってて、こだわり思いの詰まった腰道具だなということで、急遽撮らせてもらいたいなと思いました。はい、お願いします。お願いします。ちなみに電気設備と言いましても、はい。まあ、幅広いと言いますか、はい。主にどんな仕事が多いんですか？主に浄水場とか下水場とか、はい、はい。プラント関係と、自動車の、はい、整備機器の電気工事させてもらってます。水関係が多いんですか？そうですね、水関係が多いですね。と機械系。機械系ですね。機械周りの電気工事です。でその噂によると電気だけじゃなく水もやるということで。そうですね、水道周りもやります、はい。水道屋さんでもあるところですね。水道屋さん、配管屋さんでもありますね。配管屋さんですね。じゃあその配管電気屋さんはどんなものを使うのかということで、結構まあシンプルに、そうですね、必要なものだけをって感じですかね。そうですね、普段使う分だけですね。で全部ニックスの革。ニックスの革です。ニックスに入り出したのはいつぐらいなんですか？ニックスに入り出したのは最初デンさんのサックを会社から支給していただいて、はいはい、その後破けてからは全部ニックスに変えてってるんで、ほうほうほう、10年前ぐらいですかね。ちなみに今はいくつなんですかね？今30になります。30ってことは20歳の時にニックスデビュー、ね、はい、してます。これですか？これが一番最初です。20歳。はい、20歳ぐらいの時からずっと使ってます。あとは、あとはちょいちょい変わってるんですけど、破れたりとかで変わってます。まあでも今のだいぶまだ使えそうというか、はい、まだまだ、はい、丈夫ですね。この辺は補修してますけど。あ、自分で？はい、自分で縫いました。こんな肩に縫えるんですか？いけます。何で縫うんですか？革用の糸と革用の針で。という技術はどこで？はい、YouTube で。あ、YouTube？ はい、思いっきり YouTube で。腰道具の修理の仕方みたいなのは？革のなんか手芸の YouTube 調べました。なんとかクラフトってやつですね。そうですね、レザークラフトですね。あ、そんな感じです、そんな感じです。はい、今本題に入っていきたいと思うんですけど、はい、キリ、これは何本のサイズですか？10ですか？ロブスター。あ、これは10ですね、ソケットは10。はい、結構そのソケットは少なめですね。そうですね、もう必要な時はインパクトと一緒に使うんで、インパクトの箱を持ってくることが多いです。ほな、これはもう現場で急遽穴広げなあかんとか、はい、時ぐらいでしか使わないんで、はい、月光ですか？いや、なんでしょう、全然わかんないです。興味はない感じです。はい、ほんまに興味あんまり興味ないです。あれですね、開けれたらええやん。そうですね、緊急用です。ベッセルのこの豆。はい。これもよう使うんですかね？これ、スタビ代わりにします。スタビというの？短いドライバーにするときに、あ、ペンドラのをこっち刺して僕使いますね。はははは。はい。あのミニドライバー的なのは普段は入れてないです。こいつおるしええかということで。はい、でこの金びらの余りは飲酒録用ですか？そうですね、飲酒録用です。はい、で、田島のスケール。はい。やっぱりスケールは田島なんですかね？単純に黒のサック買い出してから黒の腰回りつけるのは黒でいきたいなと思って黒にしてます。黒をベースに。黒ベースに。でもなんかペンチとかは青だったり白だったり。ペンチは電気屋始めた時初めて買ってもらったペンチがこれやったんで。ちょっと開けてもらっていいですか？お、これはクラインです、ね、クライン。これもじゃあ10年目ってことですか？そうですね、もう10年ぐらい、10年以上は使ってます。まあ言うたらボンさんの時から。そうですね、一回も短絡することなく。え、短絡してますね。あ、短絡してますまあでもまだ使えてるんですね。まだ使えてます。後ろにあるのはビクターですかね？ビクターですね。2ヶ月に一遍ぐらい皿になります。もうそれぐらいでじゃないと歯がすぐこぼれちゃいますね。それはあれですか、鉄ずん切りなんかあれしたり？いやいや、でも何でも結構切っちゃうんで。はいはい、鉄板とかもう、はい、何でもいっちゃうんで1ヶ月に1回ぐらいの。もう消耗品ですね。消耗品ですね、こっちに関しましては。これはクラインはしないですね。ちょっともったいないかな。消耗品って考えたらもったいないですね、はい、もったいないですね。でドライバーはこのベッセルのストレート型が好きなんですか？はい、そうですね、これ使ってからこれの方が使いやすくて。ほう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 、はい、ずっとこれを使ってます。はいはいはい、はい、これも消耗品ですね、1年に1回ぐらい、はい、買い替えてるんで。
このペンチは持ちいいですけど、他は持ち悪いです。持ち悪いですね。だいぶ持ち悪いですね。ペンチだけはね、叩いたり、しぶとく頑張ってるんですけどね。はい、まあ、年一ぐらいか。年一ぐらいです ね、ドライバーは。もうマイナスなんか、はい、ほとんど叩くよみたいな感じなんで。そう言われたら僕も年一かな。ですかね。年一ぐらいと思います、正味。ね、そうですね。はい、で、ここはカッターナイフが2つですか？片方は電工ナイフです。あ、田島。はい。もう一個ははカッターナイフです。なんかこれ珍しいですね。ここに入るんですか？たまたまゴムなんで、はい、側があカチャッとはならないです。もうギュッと差し込んでる感じです。ゴムでこうあれしてるんですね。取れにくくなってる感じです。グリなんちゃら。はい。グリなんちゃら。まあ、とりあえずそれも田島っす。あ、そうなんですか。はい。黒やから。はい。ホームセンターで黒やったんで買いました。ああ、これはテープ用って感じですか、ね。テープ用って感じですね。まあ、ミニ手はこう。こっちじゃないんですね、はい。はい、こっちですね。取りやすい方にしてます。ペンドラはパナソニックス。パナが好きなんですか。はい、パナが好きです。でなぜなんですか。え、なぜなんでしょう。最初にコータンもパナやって、はいはい、買い替えるときにこれは黒にしました。側黒の方にしました。なんかあの僕のイメージなんですけど、はい、番屋さんとか制御系の人ってパナのペンドラ多いないですか。はい、あ、そうですかね。大体まあ僕の出会ってきた人。あ、僕そうなんマキタなんですけど、はい、それはもう会社の風潮的にみんなそうですか。いや、そんなことないです。他マキタ、はい、みんなマキタです。みんなマキタ、たまたまですね。その横ってあんま使わないですよね。使わないです ね。使ったことないですね。おまけですね。はい、飾りですね。でこちらに来まして、あ、やっぱ17はよく使うんですか。17は、はい、レール止めるのとかも全部17。レールってことはラックしたりもしはるんですか。そうですね、ラックは毎度現場で出てくる感じで、レール、ラック、配管、はい、それをするのにやっぱずん切り回しも必要になってくるということで、はい、そうですね、セットです。レベル、ああ、レベルはここなんですね。レベルは、はい、そこです。こことかにはかけたくないんですか。かけたくないです。なぜなんですか。なんかガチャガチャ言うんがあんまり、音が鳴るのが、はい、それはいいんですか。それぐらいはちょっと許してくれよと。はい、で剣電気ですね。剣電気ですね。これですよね、はい、やっぱみんなね、はい、いいですね。とアンギラか、ちっちゃちっちゃいアンギラが、こんなちっちゃいのがあるんですね。はい、17のプリカのロックナットとか、24のプリカのロックナット締めるのにちょうどいいです。プリカが多いんですね。そうですね。そうですね。アンギラってそんなもんか、使うのって。そうですね。使用用途それぐらいですね。ね、はい。で、ペン形ですね。はい。手袋。手袋。いや。お、これなんか珍しいですね。これ高いやつでしょ、トネ。薄っぺらいのが欲しくて、はい、狭いところに入るんですよ、これ、はいはいはい、薄いんで。ただそれだけです、こいつは。多分お値段するでしょ。あ、どうなんですか。高級メーカーです。あ、そうなんですか。高かったと思うんですけどね。2000円ぐらい。あ、高いですね。もうええもんなんでね。あ、ヤスリね。はい、ヤスリ。これヤスれます？ちっちゃいですけど。ヤスれます。へー、結構じゃあ切れ味が、ライフレックスですかね。はい、そうですね、ホームセンター差し金ぐらいです。あ、これは主に、はい、フルボックスに毛ガキ入れるときは差し金僕使います。はい、はあ、はあはあ、はい、レールもね、これまっすぐかけますもんね。そうですね、これ触ればね。はい、このサイズいいですね、ちっちゃいし、はい、まあ、これぐらいまでですもんね、僕ら。ありがとうございます。ということで、せっかくなのでちょっとこう着用されたところを見せてもらっていいですか。まあ、誰も見てくれへんな、趣味って思われるのかな。ワンタッチ派じゃないんですね。そうですね、夏と冬で服が全然違うんで。あ、補助帯とかつけないんですか。補助帯はつけたことないです。あ、そこまで重さに困ったことはない、はい、ないですね。もう軽くしたいんで。確かにね、いらないものがないというか。そうですね、シンプルイズザベストな感じですよ ね、 はい。後ろ姿お願いします。はい、ちょっとサムネ用にも、あ、この富士をちょっとこう、あ、いいな、この格好。こうやって取材受けたり撮られたことってありますか。ないですね、一回もないです。今日はちょっと記念すべき第1回ですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、村田さんは、30歳ということで、電気屋としては10年ぐらい。10年ぐらいですね。ほんま10年ぐらいです。で、僕のチャンネルでは一応、若者というか、はい、新しく入ってきた人にこう電気工事の楽しさを伝えたり、はい、やっぱ2、3年目やめたいなとかなるじゃないですか。ないですか、なったことは。僕
まあなりましたけど、はい、まあ、それ超えたらちょっと楽しなってきます。いろんな部材とかも分かってきてだいぶ楽しくなってくるんで、そういうのってどう、5年ぐらい続けると、はいはい、多分楽しなってくると思います。どう乗り越えました？どう乗り越えました？難しい質問ですね。まあ、今ね、現に多分おると思うんですよ。見てる方でも。でしょうね、やりたい気持ちもあるけど、ちょっともうしんどい限界やと。はい、ああ、そうですね。いう若者に向けて、こう、先輩からのアドバイス。もう仕事するときは仕事して、土曜、日曜休みもらえたら、もう自分のしたいこと、思う存分するっていうことぐらいですかね。オンオフを切り替えて。そうですね。もう仕事は仕事と。はい、割り切るっていうことですかね。まあ、スイッチのオンオフ。きっちりできたら楽しめると思います。はいはい、今日はニックスの星トーク編だったんですけど、はい、実は僕ね、YouTube でご存知かもしれないんですけど、ベトプロパックさんの動画をいろいろやらせてもらってるんですよ。これちなみにね、マスター2期に年末でご利用しされたんですよね。ご利用しされてるかどうかはちょっとわかんないですけど、おすすめいただいたんで、はい。じゃあ次回、ベトプロパック OTMC でしたかね、これ。はい、OTMC 編ということで。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。とりあえず、面白くしたいです。勉強を。